災害派遣。災害派遣とは、地震や水害等の自然災害や、死傷者の発生が伴う事故などといった、各種災害の発生に際し、自治体や警察、消防などの能力では対応しきれない事態において、陸空の自衛隊部隊を派遣し、救助活動や予防活動などの救援活動を行うことである。自衛隊において、防衛出動や、 治安出動に並ぶ重要な任務の一つとされる。災波と略称されることもある。災害派遣は災害により、当該地域や自治体の保有する防災、災害救助の能力では十分な対応ができない時に行われるもので、自衛隊法第83条に定められている。自衛隊の行動である。自衛隊の主任務は自衛隊法第3条第1項に規定されている。 外国の侵略からの国土防衛であり、災害派遣は、同法第3条、第2項の主たる任務に支障ない範囲で行われる、本来任務の中の重たる任務にあたる。災害救助という緊急を要する場面が想定される、活動であるため、その場に警察官がいない場合に限り、警察官職務執行法が準用され、私有地への立ち入りや建築物、 車両等の除去など試験を合理な範囲で制限する権限が認められている。災害派遣は、その活動内容がもっぱら人命、財産の保護であり、2016年現在、一度も実施されていない防衛出動や治安出動、3回しか実施されたことがない、会場警備行動と異なり、すでに3万2000回以上の出動実績がある。 災害派遣により出動した自衛隊の部隊等が行う活動は非常に幅広い。自衛隊が災害派遣において発揮する最大の特性かつ長所は他組織の支援を得られなくとも自力で任務遂行を可能とする軍隊同等の高度な自己完結性にある。消防や警察などは初動準備にある程度の時間を要するため被災から 一定時間経過後の物資輸送や生活支援、応急復旧工事などでこそその進化を発揮すると考えられている。しかし、自衛隊に対する機体の主要なものは、インフラの破壊された被災地に対するヘリコプター等による空輸能力を活用した早期展開による人命救助活動であり、基本的には遠隔地から派遣されるため困難が伴うが、 航空機や初動要員の24時間待機などの体制が整えられている。災害発生時に現地で救助、支援活動を実施する自衛隊員たちというくくりでテレビ報道なども含めて一般大衆がその姿を目にする作業としては主なものはこれらが挙げられる。とはいえ自衛隊の活動範囲は決してこれらに限定されるものではなくむしろ非常に 広範囲に及ぶものであり、さらには、このように、状況や緊急性に応じて、必要とされるあらゆる活動を、可能な限り実施する。なお、有事における、災害派遣の扱いは、不透明であったが、2004年、平成16年国民保護法の成立に伴い、国民保護等派遣、自衛隊法第77条の4として分離された。また、 冷戦終結後の1990年代以降は国外へ医療、航空部隊等が派遣されているが、これは国際緊急援助隊の派遣に関する法律に規定されている国際緊急援助隊であり別のものである。自衛隊法上その他の行動においては内閣総理大臣や防衛大臣などの承認や命令が必要とされるなど非常に制限が多いが、 災害派遣は災害時の秩序維持において有用で、武器の使用については治安出動とは異なることから、都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長からの要請により、駐屯地指令などにさ程度の自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察所長その他これに準ずる観光者の長から、 災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置を取る必要があると認める。場合にも、部隊等を派遣することができる。災害派遣を命ずることができるものは、防衛大臣のほか、政令の指定により、次の者がいる。緊傍災害派遣を命ずることができる部隊等の、長は、指定部隊等の長のほか、団、連隊、軍、大隊、 独立中隊及びこれらに準ずる部隊の長並びに、学校、文校、病院、補給所及び補給所子どころ、出張所を含む、の長である。ただし、部隊等が、駐屯地の近坊において、教育、訓練等に従事している場合または演習場の勝者、もしくは野外に宿営している場合、その近坊に救援を要する火災、その他の災害が発生したときは、 当該部隊等の指揮官、創始でも可能とされている、は、救援に当たることができる。救海空理は、災害派遣の中で最も頻繁に実施される、活動で、平成17年度は892件中609件と、約2、3、例年総件数の2、3から3、4が、この種の活動に当てられている。件数の大半が、南西諸島から、 九州や沖縄本島、奄美大島など医療機関が整った地域への空輸で、ある参考西部方面隊。災害派遣は自衛隊法上、天災地変その他の災害に際して行われるものとされているが、厳密には災害には当たらない、通常の疾病での派遣も数多く行われている。 特定個人への支援と取られかねないこの種の活動を自衛隊では、公の機関、地方自治体が提供すべきサービス、医療機関、または輸送手段が整備されていないという社会的欠陥の是正を、公のようにより行うという考え方で実施している。災害派遣部隊の指揮官は、警察官や消防理員、海上保安官、 自治体職員がその場にいない場合に限り、災害派遣活動を円滑に進めるため強制的に避難させたり、工作物を除去するなど警察官などの権限の一部を行使し、自治体職員が取るべき応急措置の一部を行うことができる。ただし、緊防派遣により派遣された場合は含まれない。同一地域で救援活動にあたる各機関との関係は、並列、 対等であり、災害対策本部での調整を受けて、役割を分担して行う。また、個々の現場では、地域住民やボランティアと共同で活動を行うこと、盛る。災害派遣に関する法令は、要請権者及び災害派遣を命ずることができるものに、災害派遣に関する地域的な制限を加えていない。大規模な災害派遣のため全国各地より部隊が、 派遣される場合、命令が発せられた時点より部隊が、陽性権者の管轄地域外であっても、災害派遣行動に移行するのは、もちろんのこと、外国の領海内で、災害派遣行動を行った実例も存在する。愛媛丸事故における、ハワイ諸島周辺の米国領海内での活動。阪神、淡路大震災までの一時期、文民統制の原則から、 都道府県知事等の要請がなければ、絶対に災害派遣行動はできないという考え方が主流となっており、幹部自衛官による独断選考を容認するとはクーデターにつながるとする意見がある。緊急を要する場合は、訓練名目での派遣や、緊防派遣の名目で行われたこともあったが、阪神・淡路大震災での反省を踏まえ、現在では自主派遣に関する基準が、 明確化されており、法制定の趣旨に沿った活動が行われている。そもそも、災害派遣は、災害という非常事態下のやむを得ない場合に、行われるもので、緊急性、公共性、被害体制を、総合的に判断して、派遣の可否が判断される。平成18年号説に伴う、災害派遣のように関係者の間で自衛隊災害、 派遣の是非をめぐる判断が分かれる場合、政府首脳による政治的判断により災害派遣の実施が決定されることもある。自衛隊では基地、駐屯地等に情報収集を目的とする初動対処部隊を待機させており、災害発生時には自主派遣として航空機などを現場に先行させる。例として2016年に発生した熊本地震では、 航空自衛隊は F-2-2 機、海上自衛隊は P-3C-1 機、陸上自衛隊は UH-1、UH-60J を2機派遣し、情報収集に当たっている。2013年からは初動対処部隊をファストフォースと命名している。災害派遣は自衛隊が任務として行う公共の秩序の維持のための活動であるから、 土木工事等の受託、自衛隊法第100条、隊員の給与を含めて、請求とは異なり、基本的に陽性者や過失、または犯罪行為によって被害を発生させた者に対して、費用を請求することはない。ただし、災害派遣を行うにあたって、特別に用した費用を、例えば部隊が駐屯するために借り上げた、施設の使用料、被災者に提供した食料など、 陽性者が負担することとされ、細部は都道府県等と協議の上決定される。また、災害派遣のために使用される車両は高速道路を無料で通行することができる。なお、船舶油惑損害賠償保障法では、損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、または軽減するために取られる相当の措置に要する費用を 船舶の所有者が賠償する義務を定めていると、カラコのような場合は、災害派遣に要した経費を請求する。例えば、ナホトカゴ重流出事故の場合、防衛庁は、海上保安庁などと共同で、選手や保険会社を相手に訴訟を行い、防衛庁分として、約6.6億円を請求している。災害派遣には次のような見解がある。 自衛隊を肯定するから災害派遣も全肯定するといったような単純なものではない。なお、現状では国民から肯定的に評価されており、2006年2月の世論調査では自衛隊が存在する目的として災害派遣と回答したものは75.3%となっている。1966年に発生した全日空、羽田沖墜落事故では、 遺体捜索中の海上保安庁のヘリコプターが墜落し3人が死亡する二次災害が発生するなど、派遣された自衛官などが様々な被害を受けることも多い。2010年に宮崎県で発生した皇帝液問題でも災害派遣された隊員が消毒用の小石灰で目や腕の皮膚等に炎症を起こすケースも発生している。また、 PTSD などの症状を発症せずとも、軽い不眠や精神不安定といったものは、多々ある。これに対して、自衛隊内でも、カウンセリングなどの必要な対策がなされている。2011年の東日本大震災では、福島第一原子力発電所の事故で、上空からの観測や、消火復旧に当たっていた隊員等が、軽度の放射線被曝をしているほか、二人が復旧。 創作活動のさなかに過労死した。なお、蒸気以外にも、過去災害派遣中の巡職事故も発生しており、特に航空機での輸送中が多い。初の災害派遣は、警察予備隊当時の1951年、昭和26年10月14日から15日にかけて、九州地方に上陸したルース台風5の救助活動である。普通か、 第11連隊、当時の隊員のべ2700人が、時の内閣総理大臣、吉田茂の命令により、同20日から26日にかけて、山口県久賀郡広瀬町、後の西木町岩国市に派遣され、救助活動を行った。しかし、警察予備隊発の災害派遣は当初スムーズには行われなかった。田中達夫山口県知事の要請により、 情報収集を開始した第11連隊は、第4管区総幹部、現在の第4師団司令部に指示を仰いだもの、前例がないことと許可権は、内閣総理大臣にあるとの理由により、出向保留、事実上の出動不許可としたのである。これに対し、副連隊長が、現地の写真等を持参し、第4管区総幹部に赴き出動許可を求めたが、一度、 決まったことであり変更、撤回はないとして、やはり許可は降りなかった。そこで副連隊長は、管区総監、現在でいう師団長、筒井武雄が仕事を終え、帰ろうとしていたところを捕まえ直訴。筒井は直ちに、東京の総体総監部へ連絡を入れ、そこから吉田総理へ、出向要請が届き派遣が決定した。許可権は、内閣総理大臣にあると突っぱねた第四。 韓国総幹部も、総理自らの許可が降りたことで、出向保留を撤回し、部隊派遣の正式命令を下す運びとなった。以降、以下のような派遣事例がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。